どうも料理人さん、リュウジです。今回はですね、お野菜をねたっぷり取れるね、非常に何ちゅうのお野菜がたっぷり取れるやつです。お野菜をたっぷり取るためにはね、どうしたらいいかっていうと、やっぱりね必要不可欠なのが美味しいドレッシングだと思うんですよ。僕はねドレッシングがないとね野菜が食べられないので、ちょっとねお野菜が苦手なんです、実はね僕ね、はい。でも今回はですね、そんなお野菜があんまり得意じゃない僕でもめちゃめちゃバリバリ食えるですねドレッシングっていうのがねありますので、名付けてですね無限ごま油サラダです。で今回はこの門屋さんのごま油、濃い口を使ってめちゃめちゃ香り高くて美味しいドレッシングを作っていきます。じゃあですね、材料はねこちらになります。まずレタスなんですけど、まあ今回はねレタス使ってるんですけども、まあ他のお野菜でもドレッシング自体がすごくうまいので、例えば水菜とか千切りキャベツとかでもめちゃめちゃ美味しいです。でも今回はちょっとレタスをね、用意したのでレタスを使っていきます。あとですね、調味料ですね、まあ先ほど言いました門屋さんのごま油、これ、ね、濃い口ですからね、濃い口使ってください。香りがねすごく深いのでね、あとですね白だしです。市販の白だしのもの、これがね、大さじ1ですね、はい。あ、ごま油ね小さじ4使いますからね。お醤油、濃い口醤油ですね、これが小さじ1です。こちらお水です、大さじ1ですね。旨味調味料ですね、2振り分です、はい。おろしニンニクです。まだおろしてないんですけども、これからおろしていきます、はい。生のものなければチューブでもいいんですけど、できれば生の方が香りが高くて美味しいです。まあどちらでも大丈夫です。黒胡椒と煎りごまですね、白煎りごまですね、はい。あと海苔です。以上の食材でまずドレッシングからちゃちゃっと作っていきます。まずですね、まあ、手頃なボウルを用意してください、はい。こちらに、調味料をね入れていきます。まずね白だしです、水大さじ1、醤油小さじ1ですね。他のも入れちゃいましょう、これ旨味調味料ですね、はい。ニンニクをおろしてで少しでいいです。これねお好みなんですけども、感覚的にはね本当にこれくらい、小指の先ぐらいですかね。今回は4分の1かけぐらい使いました。あんまり入れちゃうとね結構ニンニクの味になっちゃいますんで。でここにですね、カルナ純正ごま油、はい、濃い口です、はい。これをね小さじ4杯、はい、4杯ね、めっちゃいい匂いするねでこれをね混ぜていくんですよ。このねドレッシングねやばい、うまいんで、よーくね、攪拌してドレッシングにいきます。こんな感じでね、白っぽくなってくるので、こうなったらもうね、ドレッシングがね完成なんですよ。超簡単でしょ、これ。それではですね、もうサラダにしていきましょうね。レタスなんですけども、もう洗ってあります。半玉、グラムにするとね、200グラムぐらいだと思います、はい。でこれをですね、ちいちゃ包丁もいらないですね、このサラダはね。でね、レタスなんですけど、これまあサラダ全て共通することなんですけど、水気をきちんと取ってください。あればね、サラダスピナーとか使った方がいいです。野菜に水分がついてるとドレッシングの味ボケちゃうんですよ。なのでできるだけ水気はほんと切ってください。これでサラダの味が全く、違うものになっています。で、ちょっとすいません、手順間違えましたこれね、まずボウルに入れてください。ボウル、これでドレッシングをね絡めていくんだった。閉じっこポイントですね、これね、はい。まあ先ほど作ったドレッシング、こんな感じでね、もう入れちゃいます、全体にうまっ、絡めていきます。はい、こんな感じでね全体に、ドレッシングが行き渡りましたら、お皿に持っていきますね。美味しそうですね、香りがいい、本当に。そうしましたらですね、全体に黒胡椒ですね、はい。この胡椒の風味すごく合うのでね、海苔です、刻み海苔、これはねあればでいいんですけども、あるとすごくね、海苔の風味が香ばしくて美味しくなるので。で最後に白いりごま、はい、これをですね、かけていきます。はい、ということで無限ごま油サラダの完成でございます。早速できましたので食べていきたいと思います。香りがめちゃめちゃいいんですよね、海苔と一緒に。レタスいただきます。超うまいっす。とにかくね、この混ぜ合わせた調味料たちの相性がね抜群ですね。味的にはねかなり、かなり上品なチョレギサラダみたいな感じになってます。でもね、やっぱりね、ごま油の香りがね、すごい美味しい。しかもですね、
サラダにはあるまじきことが起こってるんです。何かっていうと、このサラダお酒が進むんですね。はい、でこのままでもめちゃめちゃうまいんですけど、今回はねちょっとサラダのアレンジという感じでね、いろんなものを用意したので、それをね入れていこうと思います。はい、まずですね、油を切ったツナ缶です。はい、トッピングとしてね入れていきます。絶対うまいでしょ。ツナ缶が入るとさらにね食べ応えが出てきてですね、とっても美味しい。もうこれもうおかずでいけるぐらいですね。はい、僕もね料理家やってるとね、僕ラーメンとかご飯とかチャーハンとか好きなので、もう、ね、野菜がね取りづらくなってくる、なってくるんですよね。そういう時にねこういうねレシピがあると、ね、非常にね自分がありがたいんですよ ね、 もうね生野菜バリバリ食えるんですよ。 まだねこのサラダ進化するんですよ。こちらですね、お酢です。このドレッシングってドレッシングなんですけど酸っぱくないんですよ。かなり珍しいドレッシングです。酸味が入ってないんですよ。でこれをねちょろっと少しかけて、はい、これはお好みです。ちょっと、ね、食べてみますね。うん、お酢合ういくらでもいける。もうこの味変でいくらでもいけます。本当に美味しいです。そしてですね、さらにね最終進化をねしていきたいと思います。こちらです、角屋のごまラー油です。おそらくなんですけど、もう絶対におつまみ感が増して美味しいんじゃないかと思いまして、お好みでね垂らしていただきます。うん、最高のハイボールのおつまみになりましたね。多分ね、レタスでここまでお酒が進むのないですね、これね。まあね、普通にね食卓に出して、いただいて、サラダとして、食べていただくのはもちろん、まあ、僕なんでね、いろんなこう調味料を用意して足しながら食べてですね、おつまみにしていただくのもすごくねいいんじゃないかと思います。とにかくねこのドレッシングめちゃんこうまい、めちゃんこうまいです。本当にぜひねこのドレッシング作っていただいて、僕と一緒に野菜バリバリ食べて、なんだろうな、野菜バリバリ食べましょうということでぜひ作ってみてください。今回の動画皆さんいかがでしたでしょうか。このね加藤さんの純正ごま油、濃い口ですね。これね蓋を開けた瞬間に分かるんですね。めちゃめちゃね香ばしい香りが本当に入ってくるんですよ。なのでですね、この香ばしさをぜひね実感していただくために、僕の今回の無限ごま油サラダ作っていただけるとめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。